こんにちは。フープドリームズの高地さんです。北口です。ちょっと顔が暗いですけども、勘弁してください。はい。はい、ですね、この度ですね、北口先生が、人育てのコツをまとめた小冊子を、まあ、前にも告知させてもらったんですけど、プレゼントしております。でこの本がですね、なんと600冊を突破いたしまして、ありがとうございます。600人以上の方に、今役立てていただいているということでございます。はい、それをまあ記念いたしまして、この中から一つお話を紹介していただきたいなと思うんですけど、今日は叱らないで済むコツを紹介してもらいたいなと思っております。はいはいはい、そうですね、褒め方のコツ、叱り方のコツ もちろん出てるんですけど、はい、叱らないで済むコツ、はい、いっぱいあるんですけど、はい、まあ一つですね、例えばその、叱ってしまうことを、後で叱ってしまうことを、まあ、事前に予防のメッセージという方法があるんですよ。ほうほう、予防するわけですか。はい、練習をするのに、ちょっとふざけてしまう子がいるとか、いますね。で、今日は試合前だから集中して練習しないといけないのに、ふざけてしまう子が出そうだなと、ふざけたら叱ってしまう、これを予防のメッセージで先に、今日の練習は試合前で非常に大事だと、で、ふざけないで、集中して最後まで頑張り続けようなって、そしたらきっと集中して頑張る方がみんな試合に近い練習できるし、きっと、うまくなると思うよっていうのを予防のメッセージとして入れとくんですね。なるほど。だから今日は普段より頑張らないといけないなとかですね、ふざけたらあかんなっていうふうに、まあ先にこう、イメージを作っておくわけですね。今日の練習は集中してやるものだというふうに、まあ、作っておくというのが予防のメッセージの一つですね。で、まあ、次の試合の時に、例えば前の試合の時に相手のエースを抑えれなくて、ガンガン点数取られたよねと、次同じ相手と当たるから、はい、今回は相手のエースがボールを持ったら他の4人、もちろんそのエースについてるディフェンスも頑張るけど、他の4人少し前よりもカバーを意識して、守りきろうやというふうに、まあ、予防のメッセージをしておく。なるほど。っていうようなことが大事です、ね。なるほど、はい。怒ってから言うんじゃなくて、そう怒りそうなことをあらかじめ、イメージしておいて、先に伝えておく。そうですね。ということですね。そう、だからまあ練習の取り組み自体なんかでも言うと、まあ遊び感覚で来てる子がいるとしたら、このスクールは、一生懸命、まあ、楽しく頑張って練習して上手くなるスクールだよと、だからふざけたりするんだったらもう外へ外すからねっていうようなことも、まあ、事前の予防というよりも、まあ、事前のメッセージとして伝えておく、そういうものだっていうイメージを作っておくということも、なるほど、なるほど、大事ですね。なるほど、はい、使えると思います。はい、使えると思いますね。はい、そんなですね、コツがここの本に収まってますんで、はい、今ちょっと画面が反転をしておりまして読めないかもしれないですけど、一応読んでおくと、今からでも遅くない、世界一分かりやすい脳科学に基づいた人育て子育ての6つのコツという本をですね、プレゼントしておりますので、はい、まだだよという方はぜひですね、お申し込みをお待ちしております。はい、どこかからお申し込みいただけると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。